皆様こんばんは、まいまいです。今回はロフトで最近買った文房具を紹介していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。ではまず最初に訳あり文具、訳あり付箋から紹介していきたいと思います。今ロフトでメモマルシェっていうのが開催していて、メモマルシェは5月13日から7月の7日までやってるんですけど、2回目の開催らしいです。で、たくさんある紙文具の中からメモと付箋を集めたイベントとなっていまして、まあ、ロフト限定品から各社の一押しアイテムまでが店頭に並んでいます。で、今回はなんかサステナブルなアイテムが増えているみたいですよ。でね、私が購入したのはこの訳あり付箋、なんかね、訳ありかける技ありっていうのが書いてあるんですけど、まあ、訳あり、なんか訳があって安くなってる付箋っていうのを買いました。まずはこっちから見ましょうか。見出し付箋で、訳ありっていうのが印刷不揃いということで、まあ、たくさん入ってるんですけど、なんとこれがお値段407円、めっちゃ安い、めっちゃ安い。で、何が訳ありかっていうと、このね、このカラーの部分、印刷がちょっとなんか幅が違ったりとかね、しているものを集めてお得なセットにしましたということです。これとこれはロフト限定ですね。20冊入りです。120枚が20冊入りなので、めちゃくちゃお得ですよね。開けてみよう。じゃじゃん。一つ一つのブロックがかなり分厚い。120枚も入ってれば当たり前なんですけど。で、幅が違うみたいな感じですけど、これは多分オレンジの方が若干幅広なんですけど、あんまりわかんないね。何がわかりやすいかな。この黄色とかわかりやすいかな。黄色の方が、黄色い部分、色付きの部分がちょっと幅が太いみたいな感じとなっています。まああんまり使う分には全然支障ないですよね。このカラーの部分が少し幅が広かろうが狭かろうが、そこまでね、使用感に差はないと思うので、全然使える付箋となっています。で、訳あり付箋は3種類出てて、このね、細いタイプと、ちょっと何メモかけるタイプと、あとこれと同じ大きさだったかな、まあ、こんな感じの大きさでダークトーンのものがあったんですけど、ダークトーンはね、ちょっと黒いペンでは書けなそうだったので、今回は見送りました。全部407円になってます。めっちゃいっぱい入ってるから、本当に付箋をたくさん使う人は買ったらいいと思う。めちゃくちゃお得だと思います。これで407円なので、すごいお得ですよね。受験生の方とか、なんかね、仕事でよく使う方とか、ぜひぜひチェックしてみてください。7月7日までなので、結構時間があるかな。で、糊部分は白い方についてますね。白い方に糊がついてます。で、次こっちが、これはなんで訳ありかっていうと、在庫余りです。で、作りすぎてしまった資材を詰め合わせてお得なセットにしました。というわけで、これも407円です。で、中身としては120枚が4冊入りとなってます。なんか好きなところから使えるらしい。30枚 ×4 色が一束になっていて、4冊入りですね。色は全部固定だったと思う。これも5色か、5色が入ってますね。で、こっちのいい感じのサイズ感、スクエアな感じのサイズ感となっていて、一色ずつ裏に白い紙が入っているので、好きなところから使える付箋となっています。使いやすそう。で、糊が上半分についてるのかな？結構幅広についてると思います。上のここら辺に糊がついています。で、ピンクとオレンジと薄い感じのピンクと紫ですね。で、これが青系の色で、水色と、濃い水色と、黄緑と、紫。紫ってこれ一緒なのかな？なんか一緒に見えますね。紫は一緒かなと思います。で、黄色と、ピンクと、水色と、黄緑。まあ、色は一緒なのかな？いろんな色の組み合わせがあるけど、色的には一緒のものも入ってるような気がする。
これはなんか初めて見た。ちょっと蛍光のピンクっぽい、コーラルピンクって感じの色と、オレンジと薄ピンクと薄紫かなっていう感じの組み合わせです。これも4つで407円なので1冊100円ぐらいって感じですかね。好きなところから使える付箋です。これが在庫余りで安いやつですね。で、なんかあと古川志向さんの添え文線もメモマルシェではあって、限定品でなんか添え文線のトゥードゥメモみたいなやつが出てるので、ぜひぜひとメモマルシェチェックしてみてください。では次、はい、続きましては細々とした文具を買ってきたので開けていきたいと思います。じゃじゃーん。まずは何から見ていきましょう。スワテリエのシールから見ていこうかな。スワテリエのシールを2枚買いました。スワテリエは韓国ブランドなので本当に韓国風のシールですね。クマさんのめっちゃ可愛いステッカー、この多分これが柄の名前だと思います。読めないけど、なんとかカフェっていう、シールですね。めっちゃ可愛い、クマさんがカフェをやっているようなデザインですね。可愛い、色使いがめっちゃ可愛いですね。こんな感じのクマさんのシール、お値段がね275円ですね。で、もう一枚の方が植物、なんかさっきのと違ってちょっと色鉛筆で描いたような感じのタッチとなってます。柔らかい絵の感じかなと思います。かわいい、フラワーカフェって書いてある。フラワーカフェっていうシールみたいです。なんか小さいシールがいっぱいなので、小さいノートとか、まあ、ミニ6ぐらいの手帳のサイズにいいのかなと思います。これとあとシールつながりで、緑の金箔ができるデコレーションシールを買いました。こするだけで金箔のデコレーションができる転写シールということで、モチーフ記録柄を買いました。これは462円で、シート自体は普通のシールより小さめかなと思います。こんな感じのサイズ感ですね。で、462円だから高級シール箔なのでね、まあ、しょうがないと思うんですけど、結構高級シールかなと思います。転写シール、箔モチーフ、記録柄で何種類あったかな、結構ね種類があったと思います。で、これはノートの表紙とかお手紙とか、なんかねそういう特別な目立たせたいところに貼ると可愛いかなと思いました。あと本革とか合皮とかプラスチック素材も OK ということなので、紙以外にも貼れるシールとなってます。ただね、デコボコした表面は貼り付きにくいっぽいので、デコボコしてないところに貼るといいみたいです。開けてみよう。なんかね、貼っても薄いので自然な仕上がり、もうすでにその素材自体にプリントしてあるような仕上がりになるらしい。可愛いよね。鳥さんとか本とか植物とか、こんな感じの柄となってます。なんか貼りたいよね。なんか貼りたいので少々お待ちください。で、貼る候補としては、じゃじゃん、このエディットの手帳用紙を使った方眼ノート B7 サイズとか、まあ無印の何ノート A6 のノートとかで、これはみどりさんのカラーリングノートなんですけど、なんかみどりさんのアカウント SNS のアカウントでここら辺に貼ってるのを見たので、そういう感じで貼っても可愛いかなと思います。で、あと丸マンの本当にシンプルな飾りっ気のないノートに貼ってみると可愛いかも。絶対可愛い。鳥さんとか貼ってあげると可愛いかも。別にお花でもいいんですけど、ライフログっていうタイトルを貼ってもめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思います。何にしよう、エディットに貼ろうかな。エディットに何を貼ろうかな。このクローバーにしようかな。クローバーとか貼ったら可愛いんじゃないだろうか。鳥さんでもいいけどね。クローバー、このお花のやつも可愛いよね。迷う。いや、クローバーにします。ま
まずは、春シールを切り取ります。結構ね、柄がひしめき合ってるから、そのクローバーだけ切り取るのがなんかあれかも、不器用さんだと、私みたいな不器用さんだと失敗しそうになるかもしれないです。よいしょ、箱を切らないように慎重に切りました。はい、こんな感じでクローバーを切り取りました。で使い方なんですけど、ここに書いてあるね、転写シート、まあ普通の転写シールと同じなんですけど、まあ、転写シールから剥離紙を剥がして、貼って、こすって、めくるっていう感じですね。わー、緊張。で、なんかね、この剥く部分が貼り付きやすいらしいので、剥く部分には触らないように、剥がしてくださいとのことです。ピンセットがいるかも。では、貼ってみよう。はい、こんな感じで貼ったので、指でこする、指で均一にしっかり押さえてこすります。なんかこういうピンセットとか硬いものの方がいいのかな、わからんけど。でこすり終わったら、移り具合を確認しながら転写シートを丁寧に剥がします。いけるかな。はい、綺麗に貼れた。どうでしょうか。すごい可愛い。なんかね、ガリガリしない限りはそこまで取れにくいというか、取れやすくはないそうなので、まあ、全然触っても大丈夫です、ガリガリしなければね。あ、めっちゃ可愛い。確かに薄いので印刷したみたいな仕上がりですね。すごい。どうでしょうか。自分のオリジナルノート、自分だけの表紙が作れてめっちゃいいですね。特別感が出てすごくいいと思います。これはお値段の価値がありますね。いろんな転写シート揃えたい、金箔の転写シート揃えたい。ここにね、ライフログとか足してもいいですし、まあ、ジャーナルとか足してもいいかなと思います。かわいいね、これめっちゃいいんじゃない。でよかったら皆さんもぜひ一緒に真似してやってみてください。というわけで、白転写シールはこんな感じですね。では次、はい、では続きまして、キッタを紹介します。キッタはね、新しくないですね。前回出たやつで、北沢平介さんの妖精っていうデザインを購入しました。で、これはクリアタイプのキッタですね。 7シート×3 デザイン入りとなってます。開けよう。そう、前はね、買うの我慢したんですけど、やっぱり欲しいなと思って買いました。めっちゃ可愛い、この女の子が寝そべってるやつとか、なんかこの柄、女の子と背景の柄があるんですけど、この柄がどんどん女の子のお洋服に移りゆくようなデザインとなってるみたいです。なんか最後の3枚目はワンピースに柄がね入ってるような、なんかそんな面白い可愛いデザインとなっています。そういえばキッタは6月14日に新作が12柄かな出るみたいなんですけど、公式サイトで全部予約しました。はい。ということで、またね、発売したら全柄レビューしていきたいと思います。で、キッタつながりでですね、収納ファイルを買いました。じゃん。で、こっちはロフトで買ったんですけど、これは、ネットで買って、多分もうこのファイル自体が生産終了なのかなと思うので、あんまりね、もう買えるところがないんじゃないかと思うんですけど、もしね、ロフトとかで見かけたら、ぜひぜひチェックしてみてください。で、これはキッタ専用ファイルになっていて、集めたキッタを収納したまま使えるファイルとなってます。24ポケット入りですね。で、中身はこんな感じになっていて、使ってみよう。なんかポケットがこうパカパカって開くような、ちょっと特殊な構造になっていて、ここにこの上の台紙の部分を挟むんですよね。で、こんな感じで挟んでこうやって折るとぴったり収納できるっていう商品になってます。めちゃくちゃ便利ですよね。で、マチもあるので、こんぐらい
の町で使えるかなと思います。でこうやってあの収納したままペリッとねできるっていうファイルなんですけど、多分廃盤になると思うので見つけたらぜひチェックしてみてください。でね、あの新しい収納ファイルがあのひとときさんから出たんですよね。で前からあるタイプとしてこの大人のシールコレクションっていうシートシールの収納のタイプとこのキッタのファイルがあったんですけど、最近リングタイプの収納ファイルが新しく出て、それにキッタがしまえるようなリフィルが あるので、多分そっちに切り替わっていくんじゃないかなって思います。なので本当にこれが欲しい方は、まあ、あるうちにですね買ったらいいんじゃないかと思います。でこの白鳥さんのデザインの方は割とね見つけられるかもしれないんですけども、こっちのコアラ犬のデザインの方がなかなかなくてですね、私も頑張ってネットで探しました。6ポケットタイプのものはまだ在庫があると思うので、まあ、そんなね24ポケットもいらんわって方はそっちもぜひチェックしてみてください。まあ、それか新しい収納ファイルをね使ってもリング式なので使いやすいかなと思います。で私前切ったの収納を100均のなんかこの自作ファイルみたいな感じで使っていて、ちょっとね結構キツキツで出す時になんか切ったがペリって剥がれちゃったりとかしていたので、ちょっと使いにくいなと思っていたので専用ファイルを買いました。24と24なので合計48ポケットあればまあまあちょっとこの先キッタが増えても対応できるだろうということで買いました。嬉しい。でこれがキッタの収納ファイルですね。キッタとキッタの収納ファイルの紹介でした。で次は何にする？次はこれにするか。はい、サラサグランドのコスメカラーを紹介したいと思います。こちらはお値段1100円となってまして、数量限定商品ですね。リップをイメージしたビビットカラーで5色展開になっていて、このピンクとあと赤色が本当に真っ赤な赤があるんですけど、それだけがちょっとマットなボディとなっていました。マットなのいいよね。で 0.5 ですね。 0.5 の芯なんですけど 0.3 を入れたかったので 0.3 の返芯を買いました。嬉しい。めちゃくちゃ可愛くないですか。なんか黒が効いてるし、金属部分がゴールドっていうのがすごくいいなと思いました。まあ、サラサグランドっていうのはサラサクリップの高級ラインなので1100円して結構ね高いんですけど、まあでもめちゃくちゃ可愛いですよね。で4月8日に発売して、まあ、数量限定なのでね、もし見かけたらチェックしてみてください。結構重いです。もうボディがねちょっと真鍮金属なので結構ずっしりと重さがあるようなペンになります。なんかこれ会社とかで使ってたらすごく素敵だなと思いました。私は会社に出社しない人なので、まあ、そんな機会はないんですけど、会社でボールペンを使う方とかは高級感もあるしすごくいい商品なんじゃないかなと思います。なんか色もねビビッドなピンクなんですけど、ちょっとダークトーンというか暗めの色でもあるので全然ビジネスシーンでも浮かないかなと思います。でこれがサラサグランドで、次がアデリアレトロのブックカバーですね。ブックカバーを買いました。めっちゃ可愛い花盛りっていう柄でお値段が1320円となっています。でね、私前にこの花回しっていう柄のブックカバーをサンタさんにねもらったんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってて、何がいいかってめちゃくちゃね見た目から想像する手触りじゃないというか、すごい柔らかいんですよね。合皮素材なんですけどかなり柔らかくて持ってるとねなんか癒されるんですよね。でこのサンタさんは花回しをくれたんですけど、私はね花盛りも素敵だなと思ったのでこっちも買いました。どっちもなんていうのレトロな色合いですごく可愛いなと思いました。で私は割と本をね並行して読んだりするので2冊あってもいいかなと思って買いました。わー可愛い。で中身も花盛りの柄がうっすらと印刷されています。この花回しの中はこんな感じですね。可愛い。どっちも可愛い。並べるとさらに可愛い。なんか集めちゃいそう、まあ、そんなねブックカバーあってもって感じなんですけど、文庫サイズだと A6 のノートとかも入るので、まあ、ノートカバーにしてもいいかなと思います。
はい、というわけでブックカバーはこんな感じです。はい、というわけで以上がロフトで購入したものの紹介だったんですけれども、おまけでガシャポンをやったのでこれを紹介したいと思います。ロフトがあるショッピングモールでガチャガチャのコーナーがあるんですけど、大きいガチャガチャのコーナーがあって、そこでやってきました。前からずっとやりたかったやつ、お目当てだったガチャガチャをやってきました。フラットガシャポンっていうね、なんかバンダイの新しいガチャガチャみたいな感じで、なんかそのガチャガチャって普通回すとコロンってカプセルが出てくると思うんですけど、これはガチャガチャを回すと、こうダイヤルを回すとこうやってなんか平行水平に出てくるような、なんかねちょっと面白いガシャポンでした。で、このガシャポンは何かというと、ミッフィーのクリアラバーコースターですね。と1個400円となってまして、ラバーコースターが 1,2,3,4,5 5種類ですね入ってます。で、このミッフィーの船とボリスとミッフィー月、ボリスとバーバラ、ミッフィーとコップっていうラインナップとなっています。で、全部で4回も引いてしまいました。1600円って結構なお値段だと思います。では開けていこう。じゃん、こうだね。ミッフィーとコップのデザインがまず当たりました。これすごい、結構ね大きめで可愛いです。ちょっと開けよう。もう普通に、何？普通に売ってたら普通に買うやつ。めっちゃ可愛い。このミッフィーちゃんとサクランボの部分とかボコッとしているようなコースターになります。ラバーコースターだからいいですよね。お手入れがしやすくていいなと思います。で、1回目にこれが出ました。これもめちゃくちゃ可愛いですよね。これもすごいお気に入りです。で、2つ目、じゃん。2つ目はボリスとバーバラが出ました。可愛いよね。これも可愛いです。ではサクサクいきますか。で、3つ目、じゃん。はい、かぶりかぶりました。そうそう。でね、私は本当はね、本当はというか一番狙ってるのがこのミッフィーと船か、このミッフィーと月がいいなと思ってたんですね。で、2回やってもう1回やるかと思って3回目でかぶりが出てしまいました。というわけで最後にもう1回ねやりました。何が出たかというと、じゃん、船。嬉しい。狙ってた船が出ました。これ可愛くないですか。夏っぽくてすごく可愛いデザインかなと思います。まあ残念ながらね、月は手に入んなかったんですけど、でも全然いいんじゃないでしょうか。で、まあ偶数の方がいいよねってことで自分を納得させまして4つで終わりました。家族が4人なので、まあ、4つあったらいいかなと思って4つ買いました。これとこれ被っても全然ねいいと思います。めっちゃ可愛い、まあ、どれ被ってもね全然いいと思うんですけど、とりあえず4つ可愛いラバーコースターが手に入ってとても嬉しかったです。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。